はい、どうも、さきです。今僕はですね、快眠訓練指導士養成講座というですね、セミナーの合間に、まあ、こうやってカメラ回して、動画も撮ってるわけなんですけれども、はい。まあ、そのセミナーね、もうタイトルの通り、やっぱりぐっすり眠れるようになりましょうのセミナーということで、ざっくりとね、はい。まあ、睡眠の質が悪かったりね、こう、寝つけが悪かったり、そういった問題を抱えた方のね、こう、改善法をね、お伝えしてたりするわけなんですけれども、やっぱりね、こう、まあ、認知症の方に限らずぐっすり眠れないというね、方は多いですね。悩みとして抱えやすいというか、次の日のパフォーマンスにも影響しますしね。なんとかしたいけどどうしたらいいんだろうっていう方やっぱ多いんだなというふうに思います。はい。で、やっぱりね、こうまあ、認知症のことでもそうなんですけれども、こう何がね、その問題を起こさせてるのかっていう原因をね、突き止めることってね、やっぱすごく重要で、はい。まあこうね、体を良くする方法とか健康に良い方法なんていうのは世の中にたくさんあるわけなんですけれども、自分にとってやっぱり何が必要なのかとかね、そこを分からんままになんとなく体にいいからっていうふうにね、こうして、とりあえず手当たり次第にこうね、手をつけたりとかしてると、結局収集つかなくなったり、なんか方法がやることが多すぎて、どちらかったりとかですね、人によっちゃね、もうパンパンでも余裕ない、逆にそれがこう重荷になってしまうなんてね、人も多いなと。思うわけです。まあ、それこそさっきもセミナーで言ってたんですが、やっぱりこう睡眠の質を上げるための方法っていっぱいあるんですけど、あれをね、あれもこれもそれもどれも全部やらなあかんっていうふうにこう思えば思うほどに、睡眠の質をアップさせるためのいい方法かもしれんけど、それが逆にしんどくなっちゃって、逆効果ですよね。寝れなくなっちゃうっていうこともね、人によってはありますんで、やっぱりね、こう絞り込んでいくこととか、何が必要なのかっていうのをね、取捨選択していくっていうのはすごい重要だなと思うわけです。はい。まあそれ、まあそれもちろんその取捨選択していくもそうやけど、やっぱりね、こうね、今の現状をまずはね、最初の段階で知るっていうのはね、すごく重要ですよね。認知症状を改善させるのもですね、何がその症状をね、生んでいるのかっていう原因を、突き止めていくっていうね、いつも僕ら評価って言わせてもらってますが、これがね、やっぱりね、必要ポイントなんだなと思います。で、それが絞り込めたらば、それを解消させるためのアプローチ。はい。この流れをね、絶対踏んでいくことがね、最短最速で認知症状を改善させるためには必要なことかなと思って、日々過ごしてるわけなんですけど、この間ね、つい最近ですね、担当させてもらったね、患者さん。はい。まあ、オンラインリハビリというね、ズーム上で、こう患者さんのですね、リハビリさせてもらって、で、症状改善を目指していくっていう、まあ、そんなサービスをですね、担当させて、そのサービスを担当してて、一部患者さんを持たせてもらってるんですけども、ここ最近のね、こう関わらさせてもらっています。とあるね、ご家族さんとそのご本人さんとでお話ししててですね、でこう何がそうさせてるのかっていう症状の原因をね、追求するだけでも、はい。要は現状がわかるだけでも、それがね、結果安心材料になって、こう物事がうまく運んでいくようになるっていうこともね、あるんだなっていうのをね、ここ改めて最近感じたところなんですよ。まあ、ちょっとだけ紹介させてもらうと、お母さんと、そしてその娘さん。で、お会いしている形なんですけれども、そのお母さんがね、こう割とね、割とというか、比較的と言っていいのか、まあ自分自身でもね、こう、症状に対して思うところはあるし、気づいてるところ思うこともあると。ただ、どうしていいかわからなくて、はい。そわそわ不安で、なんかそれがより症状をこう、生んでしまっているっていう方がいてたんですね。まあ、お話聞いてると、やっぱりそれは、そうですよね。自分自身でも思うところあるから、怖いですよね。はい。なんかそういうふうな、こう、感情を抱えてた人ではあったんですが、ただね、それをですね、まあ、最初はね、やっぱり評価っていうものをこうしていくわけです。だから、こういう状態が今体にあって、それが結果的に症状を生んでるんだよっていう話を、させてもらったところ、なんかね、あ、そうだったんかと。はい。娘さんもはじめご本人さんもそうやったんかと。今の私の体、こういうふうになってるから、これが症状を生んでるんだなっていうのをね、わかるだけでも、現状把握するだけでも、なるほどと。じゃあ今それを解決すればいいんだっていうね、なんかの、将来、未来と言いますかね。どういう、何を目指していくのかって目標ができたりしますんでね。それだけでも安心材料になったりするんだろうなと思いました。で、まあ、現状把握をすることで、結果、何をすることで、その原因を解消することができるのかっていうのもセットでお話ししたら、よりちょっと安心してくれたようでして、はい。あ、じゃあ私は今こういうのをやったらいいんだなっていうのをね、こう飲み込んでくれて、はい。まあ、そこから先の、こう、お母さんはね、結構自分から積極的に、お伝えしたこととかをこうやろうと取り組まれていたりとか、すごい頑張ってくれてるんですよね。まだお会いしてですね、なんぼや、1ヶ月経つかぐらいのね、まあこう感じではあるんですけれども、なんかそんな風にこうしてくれて、前に進もうとしてくれてるんですよ。すごくありがたい。
で、かなり出不精で、全然外にね、こう出ることがなかったお母さんが、この間ね、話聞かせてもらってたら、自分からね、こうちょっと電車乗って、一人で買い物に行ってきて、で、そこで馴染みのね、方と、こう、いろいろお話しながらも、なんか一日をこうね、自分ね、過ごしてきたっていう話をこう聞いたときに、家族さんもね、今までそんなこと全然なかったのに、っていうね、こう、びっくりされてたりとかね。まあ、それが、まあ、この間、聞いた、まあ、情報ではあるので、まあ、それがね、こう、コンスタントに出るようになったかというと、わからないですが、まだちょっとね、様子を見る必要はあると思うんですけれども、そんな風にね、こう、良い面がね、こう、出始めているっていうね。はい。で、そのきっかけは何だったんだろうかというと、現状をね、こう、自分自身が飲み込むことができた。何が原因だったのかっていうのがわかった。何をすべきかっていうね、こう目標が見えたっていうだけでも、その人にとっては精神的にだいぶ違うものが出て、違うように、変わってきたように。なったんだろうなっていうふうに思います。ちょっと言葉がね、なかなか、ちょっとうまく伝わるかどうかっていうところがありますが、はい。まあ、要はですね、やっぱりね、こう、認知症状とかね、まあ、こう、を改善させることも、やっぱりこう、今抱えているこう、悩みとかを解決させるためにも、現状把握をしたりとか、何がそうさせるかっていう原因をね、やっぱり突き止めることは、まあ、これ認知症状に限らず、まあ、広い範囲でやっぱり必要なんだろうなと。ただまあ認知症の世界においてですね、その症状の原因が何なのかって突き止めるっていう行動をなかなかね、こう取ることっていうのはね、結構少なかったりするのかなと、思いますんで、やっぱあなたもね、こういうふうに動画を見てくれていますんで、その辺ね、こう何か思うところあると思います。ぜひね、こう自分自身じゃないな、この目の前のね、関わっているお母さんだったり、利用者さんの症状の原因が一体何なのかっていうのをね、こうちょっと突き止めるように、何がそうさせてるんだろうって目を向けるように、ちょっとね、視点を変えるっていうのは、大事なのかなというふうには思いました。はい。まあ今日の内容はこれで以上にしようと思います。何かの参考になれば嬉しいです。今回見ていただきありがとうございました。また動画更新していきます。それまで。さよなら。